はい、皆さんこんにちは。もうすぐ動画投稿を始めて3ヶ月を迎えようとしている達也です。我ながらよく続いてるいつも皆さんご視聴いただきありがとうございます。じゃあ今日はね、エスタバニア城の、玉座の間で今後の方針を決めようということで、ローラン行くよ。各施設からの予算申請、条例草案の議決、政治に関わる仕事をしていると俺のいた世界を思い出すな。国の運営でわからないことがあったらいつでも聞いてくれ。俺の経験が少しくらい役に立つはずだ。すーげーまともなことしか言わねえなちょっとローランがこう、なんだろう、失敗するところとか弱点とか知りてえな。今のところいじりがいがないんだよな、ローランがじゃあ玉座の前に行きますか。お、なあ、すぐにでも話し合いを始めたいところだが、お前には王としてやるべきこともあるだろう。都合がついたら俺に声をかけてくれ。いや、ないですねあ、可愛い子同士がなんか話し合ってる。何話してるん？そういえばポンゴっていくつなの？ウルデラコンよりは若そうだけどよくそんなこと気にする気になるな。しっかり数えたことあらへんな。だいたい1000歳。そんな年上なの？まあ精霊というか守護神だしな。ヨウさん、ローラのやつ一体何を思いついたんだ？オラ石板がいい武器になれそうだなぐらいしか思いつかなかったわ。ブレねえなこいつは。みんな集めて話し始めるか。はい、よし。何話すん？ねえ、待って、ローラン。ん？その前にお願いしたいことがあるんだ。ほう。え、何？何なのさ。お、真面目な BGM 出てる。あ、ニルもいる。それじゃあ始めるぞ。議題はこの国が掲げるべき旗について。ああ、言ってたな、旗ね。エヴァンが言う通り、うん、この国は争いのない国を目指す。そのために我々がすべきことを明確にしておきたい。ドクロのマークを掲げよう真逆。我が国は全ての主要国家と同盟を結び、うん、世界を一つにつないでいくことを目標とする。大変だね。これをブラハバンの約定と呼ぶ。ブラハバン。契約に必要な書類もこちらで準備しておいた。ブラハバンの約定書を手に入れた。それが我が国の旗。あ、旗ってそういうこと？なんか海賊旗みたいなやつ掲げるのかなと思ったけど。決まりだね。あ、でもゴールドパウンドの時みたいにハムナルが邪魔してくるかもしれないよね。ああ、確かに。まあその可能性は高いだろうな。だがそれでも俺たちは一つ一つの国を訪れて国王を説得し約定を取り付けていく。本気で言ってるのか？不可能だな。なんだと？まあガットは確かに前回の動画でもなんか難しそうだなみたいな顔してたもんな。二の国を統一するという最終目標に異論はない、うん、大国を目指すんならそんくらいでかい旗であるべきだ。だがな、争いもなく平和に話し合いだけで全ての国と同盟を約定するなど無理に決まってる、うん、それは俺も同意だな。まとめるってことは血が流れるからね。大体無理じゃない。二の国の戦いの歴史も知らないよそ者が何夢物語をのたまっている。お、なんか争ってんなこの際よそ者かどうかは関係ない。おお、待って、僕はできるかどうかは分からないけどやりたいんだ。何？みんなと出会って思えるようになった。あると約束したからじゃなく僕自身の思いなんだ。二の国全ての人が笑い合える国を作りたいって。だからダメかもしれないけどやってみたいんだ。エヴァ、全ての国に約定を結ばせて一つにするなんて大変なことだと思う。
不可能に近いのかもしれない。でも挑戦しなければ実現することもない。僕は可能性が低くても挑戦してみたい。なるほど、それが国王であるエヴァンの考え方なんだね。みんなやってみようよ。仕方ねえな、国王様がそう言うんなら従うまでだ。ほんならまずはゴールドパウンドからやな。うん、私たち六目銀に恨まれてなきゃいいけど。まあそしたらね、またコテンパンにするだけだからな。じゃあみんな、ブラハバンの約定を取り付ける新しい旅の準備をしよう。おう。じゃあ六目銀のところに行くのかな、ゴールドパウンドとの約定。こういう提案は自分の国でもよくやっていた。人数が多くてまとめるのも大変だったよ。ほっほっ、今日も踏んづけを行いたいけど、できない、ウルテラコンは今頃、玉神塚で眠ってるはずや。早う新玉泉を取り返してあげたいよな。なるほど、あそこで眠ってんのか。手の中はここ光ってるけど何これ。ローランメモが更新された。ん、あーそうだそうだ、これもね、なんか追加コンテンツをダウンロードしたらね、こんなのがなんか出るらしいんですよ。ローランメモってのが世界各地にあるみたいです。この世界に来てから見守っていた少年が自分の国を作り上げ、エスタバニアと命名した。クーデターで国を追われた少年王がここまで成し遂げるとは映画のような話だ。少年の国を作るという気概とこの世界の寛容さには目の見張るものがある。おー、まあこういったローラン目線のメモがいろいろあるんですね。あ、そういえばね、ちょっと動画界でやっちゃったんですけど、つば九郎おじさんに出会いました。うん、これは前作白き聖杯の女王にもいましたね。この度つば九郎商会はつば九郎クエストの案内を各国にて出張して行う運びと相なりました。写真の通り看板を持ってお待ちしておりますので、お気軽にお声をかけてくださいと。まあなんかね、いろんな細かいあのクエストがあって、なんかそれを解決するとコインがもらえるんですよ、つば九郎コインで。そのコインを集めるとなんか人材を紹介してもらえて、その人材のところに行くと、まあ、国に人がどんどん増えていくみたいな、そういう仕組みみたいです。はいじゃあ、あ、カット。とっととゴールドパウンドに行って約定とやらを結んじまおうぜ。お前が目指す国とやらの第一歩、早く踏むに越したことはねえだろ。んじゃあ、あれ、さっきまでいたニールがいなくなってんなじゃあ六目銀に会いに行くか、久しぶりに。サイナゲ広場にゴー。よいしょ。お、サイコロ様、サイコロ様のこれはもうただの銅像になったなもう使い道ないもんな、再利用したいけど。あ、こんなところにもローランメモか。あ、7ね。あ、しまった。この国の政治形態は極めて特殊である。あ、なるほど、これ下に行けないのか。巨大なサイコロを使った儀式によって月ごとの税金を定めていると。ちょっとじゃあ今まで行ったところにも取りこぼしとかあるのかな。僕追加コンテンツ途中で入れたので。あ、てめえはお前たちか。あの時はすまなかったな。運命を決めるのは星が決めるべきこと。それを操作した罪は重い。だが私は六目木様から、あ、許されたんだ。へえ、寛大だね。こうして再び門番として復帰できた。これが星のおもしべし、おぼしめしであるならば、罪を償いながら務めを果たそうと思う。へえ、六目木優しいとこあんじゃん。いた。お久しぶりです。どうも相変わらず瞳孔開いてんなそちらもお元気そうで何より。我々もあなた方からハムナルの情報をいただいて、ずっとやつの行方を追っていますが、難航しておりましてね。あの男のせいで、いや私のせいで、ウルデラコンは新玉泉を奪われてしまった。たとえ操られていたとしても、私がしたことは決して許されることではありません。私はこの国の民を豊かにしたかったのです。幼い頃貧しかった私は大変苦しい思いをしてきました。
ちょっとなんか自分語りしてきた。このゴールドパウンドにはまだ貧しい民も多くいます。そういった者たちに私と同じ思いをさせたくなかった。じゃあ税金あれだってあれなんだっけ、あれ1だったら半分になるんだっけ。うん、だとしてもな、6で6倍はな、バランスがおかしいからな。私は焦っていたのでしょうな。そういった心の隙をハムダルにつけ入れられたのです。なあ、あのサイコロ様は貧しい民を救うためのものだったのだろう。見事に利用されてしまいましたがね。ああ、もともとはそういうものなんだね。失礼、長くなってしまいました。本日はどのようなご用件で。はい、僕たちの国と同盟を結んでください。上下関係は僕らの方が圧倒的上です。ああ、言ってなかった。ウルデラコンの新玉線を取り戻すためにも、ハムナルから二の国を守るためにも、力を貸して。僕たちはこのブラハバンの約定書で全ての国と同盟を結ぶ必要があるんです。全ての国と同盟を結ぶ約定書、そんなことが可能だとは到底思えませんが、まあ国を治めてる立場からすると余計そう思うんだろうな。まあ良いでしょう。ゴールドパウンドはあなた方に大きな恩があります。じゃあ、結構簡単に決まるな。あ、え、あなた方の国とゴールドパウンドが同盟を結ぶべきかはサイコロ様にお伺いしましょう。またサイコロかよ。うん、相変わらずサイコロ様に聞くんだね。はい、我が国では重要なことを全てサイコロ様で決めることはご存知でしょ。それはそうですけど、お、じゃあ1が出たら約定を結ばない、約定を結ぶことの是非をお伺いする。5から6だったら約定を結ぶ。え、どっちどっち。数が出れば。ああ、なるほど、確率2分の1だった。あ、おい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 、え、結ばないのこれで。残念だがサイコロ様は約定すべきではないと言っている。サイコロ様に意思はないだろ。そんな、くっ、ここに来て運に見放されたか。しかし私、おおいおいおい、ロクちゃんロクちゃん、ええ、はい、私はブラハバの約定に同意すべきだと思うのです。ロクちゃん、世界が危機に陥る時こそ国家間での協力が必要です。あー、では後ほど先生堂へ来ていただけますかな。ありがとう。ちょっとなんか憎い演出してくるな。これで普通に奇数出てたらどうするつもりだったんだろう。自分の株は上がらないままただただ約定を結ぶことになってたけど、まあそれでもいいのかな。じゃあ、あれと、それではブラハバンの約定、締結の誓いの準備よろしいですかな。はい、では参りましょう。どこ行くん。あ、ここか。マイルってそういうことか。すげえ浮いてる。おーおーおお、あー読めない。読めない。これ読める人いるらしいですね。二の国すっごいもう好きな人は、手を取り、うん、ブラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。おー、あー、めっちゃいい。あ、なんか、あ、なんかバッチみたいなのが、ポケモンのジムリーダーのバッチみたいなのが増えた。あと、じゃあ3つの国ってことか。なるほどね。そこにニャンダール王国は含まれるのかな、まあ、含まれるだろうな。これから他の国々とも約定をしていくのですかな。はい、そのつもりです。ではまずはシーラザランカ、シーラザラカンが良いでしょう。ここから近い、しかし海を渡る必要がありますな。あー、船欲しいな。なあ、なあ、魔法で空を飛んでいくってことはできないのか。はは、面白いことをおっしゃる。仮にそんな魔法があったとしても、シーラザラカンまでの距離では魔力が尽きるでしょうな。
俺たちのウィングライターも長距離は厳しいし、そもそも飛行には安定した風が必要不可欠だ。あー確かにね、やっぱり船を調達するしかないんじゃない。船調達って言ってもな、ロクちゃん買ってくれる恩を返してくれる。ロクちゃん船買ってよ。ヨッソーロという町はご存知で、あーなんか聞いたことあるな。あそこには腕のいい船大工がいますよ。ゴールドパウンド寮の町ですから、私から彼らに口聞きをしておきましょう。あ、そうだそうだ、なんか図書館メルダラの書庫、うん、で書いてあったな。そういえばここのゴールドパウンドのところの領地だってよ。ソーロは船を作れる人材を見つけてスカウトする。作るんだ、買おうよ。で船を作ってもらってシーラザラ館に。船作るのって結構時間かかるんじゃないのかな。やることは山積みだな。ありがとう六目木先生術書。ブラハバンの約定は必ず成功させてみます。期待していますよエヴァン王。あ、なんかあれ初めてちゃんとエヴァン王って言ってくれた気がする。違ったっけ。ブラハバンの約定を自分たちの旗として掲げたエヴァン。サイコロ様、無事にゴールドパウンドとの同盟締結を果たした彼らは次なる国シーラザラ館を目指すのである。あーなるほど、これでショーが終わりかな。あ、なんか久しぶり、元気だった。ブラハバンの約定かすごいものを考えついたね。考えたのはローランだけどな。ローランがいたからこそできたんだよ、うん、メルドラさんにもいっぱいお世話になったな。エヴァンはちゃんと周りを立てることができる人だね。それとゴールドパウンドと約定を結べたのはエヴァンが信頼を勝ち取った成果だね。うん、信頼かなんか二人とも足ブランブランさせてるのかわいいななんかめちゃくちゃ下に届いてない。そして多分青い髪の男の子の方が身長低いんだろうな。ところでエヴァンには好きな子はいる？おい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 、なんだよ唐突、修学旅行かよここは。ん？いきなりどうしたの？ちょっとした雑談かな。へえ珍しい。僕はこの国のみんなのことが好きだよ。模範解答、アイドルの模範解答みたいなやつ出てきた。そう、信頼だったり恋愛感情だったり気持ちを託せる人がいるのは素晴らしいことだ。このことをどうか覚えておいてね。え？じゃあね。何？恋愛するエヴァン。俺のエヴァンが他の女に？発言やばいな。またね。はい、またね。あ、手振ってる。あんな満面の笑み初めて見た気がする。運命の抵抗のトロフィーをゲット。じゃあセーブして次の新しいショーに行くか。よし。ん？誰だお前。あ、なんかもう悪そう。ああ。これは？新玉線かな？ん？二柱目はシーラザラか。ドララナーガ。ドララナーガ、言いづら。海の中にいるのかな。あ、やばい、見つかった。ポンゴが、あ、ポンゴに目をつけられた、きっと。そうだよ、ポンゴも。女王の目。あんな見た目だけど。守護神だからな。女王の目か。よし、
地図によると予想路はゴールドパウンドから南に行った先のようだ。おう、船大工町のウェルドを訪ねろと六目義が言っていたな、うん、腕のいい船大工が協力してくれるといいね。でかい船作らなあかんからな。あ、なんかシャーティーかわいいな。めちゃくちゃ口上げてる。ん？あ、 DLC ダウンロードコンテンツのやつだ。アドベンチャーパックを適用することに二の国の世界に新たなクエストが追加。ゴールドパウンドにメルドラから話を聞いてみよう。へえ、なんだろう、シャーティーのお願い。あ、なるなる、これは魔法使いの本っていうのはダウンロードコンテンツのクエストですね。これもまた別途取ろっかな。あ、リーフブックが追加や。あ、ミスターリーフインフルエンサーやん。みんな大ニュースだ。あのカジノが盛んで有名な眠らない国ゴールドパウンドと新興国エスタバニアがブラハバンの約定っていう同盟結んだらしい。エスタバニアは一体どんなマジックを使ったんだ。これから先目が離せないぜ。ど同盟、あのゴールドパウンドが新興国と。六名義さんは何を考えてるんだ。エスタバニアって例のエヴァン王子の国だよね。もう王子じゃないけど。そうだよ、的確なツッコミ。ブラハバの約定ってなんだ。これはエスタバニアの評価が一気に変わるな。エスタバニアどこにあるの。クレーナソ平原。あんな何もない場所に国ができたんだ。ミド大陸の国同士仲良くするってことか。今やゴロネールが何するかわからないしね。まあゴロネールはみんなからこうちょっと人も一目置かれてるというか牽制されてるんだね。ん？あ、新人くん、うちの新人くんじゃないか。前にホオズキ塗装の天使さんから話を聞いたんだけど、装備品にはスキルが封印されてるものがあるらしい。へえ、第二スキルがハテナハテナハテナって感じになってるんだって。一流の技術を持った鍛冶師なら封印されたスキルを覚醒させることができる。はあ、そういう要素もあるんだね。あ、なんか綺麗な人、とある独身男性。おい、お前って、あ、違った、この甘えたいって言ってるやつかなと思ったけど違った。各地に赴いて子供たちに勉強を教えるという美しさ、聡明さ、優しさを兼ね揃えた完璧女子。ふんわりした雰囲気に惹かれて声をかけてみたけど、やんわりと断られてしまった次第であります。彼女に勉強を教えてもらえる子が羨ましい。拙者にもいろいろ教えてください。オリビア先生、手取り足取りみたいなね、ことを言うとりますけども、おしとやかなお姉さんって感じで素晴らしい。この人前はゴロネ、あ、ゴロネールによく来てたの。へえ、僕もこんな人に教えてもらいたかった。とある独身男性さんはいつも積極的ですね。一度もうまくいったことがありませんけどね。あれ、とある独身男性、あ、これじゃないか、これナンパ名人か。他になんか投稿してたっけ、とある独身男性。あ、初出しね。で、これはん、なんかピントが合ってない。駆け出し探検家、ピント合ってないぞ。ゴールドパウンドの宿屋に泊まったら案内ウサギに会う夢を見るって噂本当だったんだ。見たこともない建物に住んでいたよ。また行ってみたいかも。シャーティがコメントしてる。本当だったんだ。証拠写真もバッチリじゃん。夢の中なのにどうやって撮ったの。え、このデータいつの間に。こうわ、プラズマの仕業では。宿屋に寝るとなんかあるのかな。これもまた行ってみよう。なんでやねん。どうしたどうした、よポンゴ。おって。なんてやれ。あー、かわいい。ところでお前たち空賊乗り物はどこで手に入れたんだ。さすがにあれは奪ったものじゃないだろうか。どこどこ、ウィングライダーのこと。お頭がいつも機体を手配してたよ。空挺団から腕のいい技師を呼んだりしてたっけな。空挺団ってのがいるんだ。ということで今回はここまでにしとこうかな。うん、次回はね、ヨッソールの船大工町ウェルドを訪ねに行きたいなと思います。では、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価と、あとチャンネル登録と、あと高評価と、最後にチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、ありがとうございました。失礼いたします。